こんにちは、隙間授業チャンネルです。今日は東海道新幹線のぞみクイズを8問用意しました。東海道新幹線ののぞみに乗ったことがある人なら誰でもわかる問題から、鉄道ファンでも難しい問題まで幅広い難易度となっています。シンキングタイムはそれぞれ5秒間です。じっくり考えたい場合は途中で動画を停止させてください。全問正解を目指して東海道新幹線のぞみクイズのスタートです。1問目、のぞみの種別カラーは何色？ A 黄色、 B 赤色、 C 青色。答えは A の黄色でした。のぞみは誕生当時から黄色の種別カラーが設定されており、駅や列車の側面のディスプレイでも黄色の帯が使用されています。ちなみに赤色は光号で、青色は小玉号のカラーとなっています。2問目、東京駅を6時に出発するのぞみ1号が新大阪駅に到着するのは何時何分？ A 8時12分、 B 8時22分、C 8時33分。答えは B の8時22分でした。のぞみ1号の東京駅から新大阪駅までの所要時間は2時間22分です。2019年より東京駅から新大阪駅間のすべてののぞみで2時間30分を切るダイヤとなりましたが、その中でものぞみ1号は最速達タイプに近いのぞみ号です。こののぞみ1号よりも早いのはのぞみ64号で、大阪駅から東京駅までの所要時間は2時間21分となっています。大阪駅前のビルで9時から行われる会議であればギリギリではありますが間に合ってしまうのですから驚きです。3問目、のぞみに自由席が設置されたのはいつ？ A 開始当初から、 B 1999年、 C 2003年。答えは C の2003年でした。のぞみが登場した1992年から2003年までは全席指定席でしたが、2003年10月より自由席が設置されました。これによりのぞみの自由席を利用する場合に限り、光やこだまと同じ特急料金で乗車できるようになりました。ただし金額は同じでも、営業上はのぞみの特急料金は別扱いとなるため、ジパングクラブやジャパンレールパスでのぞみの自由席が利用できないようになっています。4問目、すべてののぞみが新横浜駅に停車するようになったのはいつ？ A 2003年、 B 2005年、 C 2008年。答えは C の2008年でした。新横浜駅にすべてののぞみが停車するようになったのは2008年になってからです。それまで一部ののぞみは停車していましたが、通過していくのぞみも存在しました。新横浜駅の全停車に合わせて品川駅にもすべてののぞみが停車するようになり、のぞみの停車パターンが統一化されました。5問目、のぞみで使用される N700系に設置されている喫煙ルームの数は何個？ A 3個、 B 4個、 C 5個。答えは B の4個でした。東海道新幹線を走る車両はのぞみに限らず、すべて喫煙ルームは4つ設置されています。前から1つ目は3号車、2つ目は7号車、3つ目は10号車、4つ目は15号車に設置されています。ほとんどの特急や新幹線で喫煙ルームが廃止される中、東海道新幹線で残り続けるのはビジネス利用の高い路線だからだと考えられます。6問目、のぞみ号の始発駅ではない駅はどこ？ A 新横浜駅、 B 品川駅、 C 名古屋駅。答えは
A の新横浜駅でした。品川駅と名古屋駅はそれぞれ本数は少ないですが当駅始発ののぞみ号が設定されています。新横浜駅は朝6時発の光号を除いて、のぞみ号はもちろん小玉号も始発の設定がありません。ちなみに東海道新幹線の駅で唯一全種別を通して始発の設定が全くない駅は京都駅です。7問目、名古屋飛ばしが行われたのぞみの列車番号はのぞみ何号？ A のぞみ290号、 B のぞみ297号、 C のぞみ301号。答えは C ののぞみ301号でした。1992年にのぞみが登場した時は1日に往復で、そのうち下り1本が名古屋に停車しないというダイヤでした。どうして名古屋が通過扱いになったのかというと、首都圏から大阪への出勤を想定したダイヤだからです。6時に東京駅を出発して新大阪駅に着くのは8時30分でした。これであれば大阪で9時から始まる会議に間に合います。よって新横浜駅に停車させ、名古屋、京都には停車させないダイヤとなりました。名古屋の政財界からは反発がありましたが、京都は観光への影響が少ない朝一番の列車ということもあり、それほど反発は起きなかったようです。8問目、1992年ののぞみ登場時最初に使用された車両はどれ？ A 100系、 B 300系、 C 500系。答えは B の300系でした。1992年3月14日の始発列車のぞみ301号は300系が使われました。その後ものぞみ型車両としてしばらくの間は300系が使用されていましたが、1997年に500系が登場し、そこから徐々に300系の活躍する場面は少なくなってきました。そして2012年、のぞみ誕生から20年が経過した時、300系は引退してしまいました。全8問の東海道新幹線のぞみクイズはいかがでしたか？かなり難しい問題もあったんじゃないでしょうか。全問正解できた人は 5% もいないと思います。クイズの感想や正解数などをコメント欄で教えてくれると嬉しいです。他にも鉄道クイズや解説の動画を上げているので、挑戦したい方は他の動画もご覧ください。この動画が少しでも参考になりましたら、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。